ライトレスしてません、してますね、これは。はい、そうちゃんです。今日はですね、ジャイロボーイで、改造して遊んでみたいなと思います。イエイ。皆さんはジャイロボーイ作ったことありますか？ジャイロボーイそもそも改造難しいし、組み立ての改造難しいし、ダウンロードできるやつあるじゃないですか。あれを改造するのも難しいって、なんかいくつかジャイロボーイ楽しめないかなっていうのを今回撮っていきたいなと思います。ではやってみましょう。いくぞ。座らせられるように台座も用意していきます。見えます？バランス取ってるの見えますかね。もともとカラーセンサーついてたんですよ。で、赤を、読み取らせるととか青を読み取らせるとっていうので進んだり曲がったりするプログラミングがジャイロボーイのもともとのプログラムなんですね。で、今もともとのプログラムつけ読み込んでるので、せっかくなのでちょっとカラーセンサーつけてみましょうか。はい、これでカラーセンサー取り付け完了です。来た。ちょっとかざしてみます。黄色と赤と青なんで、一旦最初は黄色かざしてみます。黄色かざすとどうなるかな。お、黄色かざすと曲がるんですね。お、あとはなんか勝手に色を読み取ったような感じかな。あ、これじゃ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 大丈夫か、大丈夫か。一度決めましょうか。青をかざしてみますね。青は全身っぽいですね。お、ぶつかった、ぶつかった、終わった、終わった、終わった、お、耐えた、耐えましたけど、おっと、これはこれはあ、お、ここやばいやばいやばい、赤のブロックを出してみます。赤は何だ、赤あれかな。はい、ではですね、ちょっと画面見ながら、プログラミング画面見ながら、さっきの検証、赤、青、黄、緑がどんな命令だったのか、正しかったのかをチェックしていきたいと思います。では見ていきましょう。ですね、ちょっとこれだと一部部分的に分けばかりなので、ちっちゃくしていきます。お、全体ちょっとだいぶ見えてたかな。うわ、全体長いっすね。こんな感じ、こんな感じ、長いっすね。プログラムが大きく分けて上の段と下の段になってると思うんですね。これ実は上の段が、バランスを取る、転ばないようにするプログラムですね。で、下がなんか、よく見るとここら辺、これ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 、センサー、カラーセンサーの数値ちょっと拡大します。よいしょよいしょ。ほい、一番これカラーセンサーっていうのとか、その次に超音波センサーとか、これも何か分からないですけど、多分状態みたいなものかな。その状態で番号付けして、0、1番、1番、2番、これって畳んであるだけで開いてみるとピュッ出てくるかな。起きた。ほら、これ実はこれで畳まれてるだけなんですよ。ST が、まだ見えない。よいしょ。ああ、見えてきた。ST が0の時は、なんかほぼ何もしないですかね。なんか、この CDRV、C ドライブかな？を0。あとは、CSDR も0みたいなやつにするとか、0の時、1番の時は、なんかちょっと40とか書き込んで少し待った後に、0にして、で OK みたいな音が鳴らすのかな。で ST を0に戻しますよ、あ、2だ、2に戻しますよみたいな状態にしてます。で、最後2番は、
ST が2番の時はカラーセンサーとかちゃんと出てきて、まあ、この時はなんか通常モードというか一番安定しているものなのかなというふうに見た目になっています。で、今回の話で言うとカラーセンサーなのでさらにもう一個中ですね、これもちょっとビュー開けちゃいましょう。ビュー開けると、お、来た。これここまで来たらみんなよく見たことあるんですか。そしたら見てみると、青とか黄色の CSTR が結構この曲がる要素のプログラムで、CDRV ドライブかなが、進むか進まないかっていうプログラミングっぽいなっていうふうに思いました。なので、ちょっとプログラム実際に書いてみて、右回りか左回りかはさっきの CSTR かなでできると思うので、ライントレースできるようにプログラミング書いてみましょう。やっぱ特徴を見ると、なんなら距離だとちょっとこれだけ直接書いちゃってもね。だから、超音波センサーがあった時みたいなやつはもうぶっちりいらないので全部消します。消しました。で、カラーセンサーの中、このカラーの中も、ぶっちゃけいらなくて、黒を見たら右に回る、曲がる、白を見たら左に回るっていう、ただそれだけにしちゃいます。ここにカラー、スイッチを入れていきます。どんなスイッチを入れるかっていうと、カラーセンサーが比較にしておきますか。反射光の強さが何ぼよりも大きかったら上、何ぼよりも小さかったら下みたいなのにします。で、もうそのまま、さっきね、STR ぶち込んでこのままいきましょうか。ちょっと面白そうだな。マイナス70と70じゃうまくいかないかもしれないですけど、ちょっとこれでいってみます。今日はライントレースするので下向きにこの足元のここら辺にちょびっと前の方に連れていこうかなと思います。あとは転ぶ時に邪魔にならないように、低すぎず高すぎず絶妙な高さに連れていこうと思います。よいしょ、つけていきます。そしたらこれでちょっとライントレースするかな、ダウンロードして動かしてみます。はい、そしたらジャイロボーイでここの床ですね、よいしょ、床オレンジと青でちょっと色の濃さ違うので多分ライントレスできると思うんですよ。なのでここでライントレスできるかどうかちょっと色のチェックしていきたいと思います。コード刺して、コード刺さったらそこのこの右下のところですね、ここ色分かるのでここでチェックしていきたいと思います。で、モードを反射光の強さにしていきます。で、今青い方、濃い紺色の方は2とか3とかそんぐらいですね、2かな、1か2か、そのオレンジの方が15、13、14、16、17、18、10以上とかですね。じゃあちょっと敷地の方、間の数字を8ぐらいにしておきます。で、8よりも、小さい、8より小さいから紺色の時は右曲がって右回転して、それよりも小さい時は左回転するって感じ。ちょっとよくわからんけど多分逆かな、こんな感じだったっけな。よし、これでちょっとダウンロードしてみましょうか。ライントレスしてません、してますね、これは。あれ、ライントレスしてるんちゃう。あー、わかりますかね、これ今回の STR だっけみたいなプログラムが左ストップ右回るじゃなくて、なんて言うんだろう、
その場で回転するようなプログラムなので一応ライントレースしてるんですけど、なんかその場でうろうろしてるだけみたいな、ちょっとおしっこ漏れそうな子みたいななんですね。あ、そしたら今これプログラムもう一回ちょっと書き直して、STR ってところでちょっと変えてあげたらもうライントレースしそうですね。ちょっと書き直してみます。はい、じゃあちょっと原因の STR のところちょっと見ていきます。STR あった、 STR これ今マイブロックの CNTRL なんとかコントロールかな、コントロールブロック、コントロールっていうブロックの中なんですけど、最後それを左とか右とかになんかしてるんですけど、STR を元に STR を、まあ、さっきの70とかマイナス70ってやつですねの、0.1だから7とかマイナス7をあ、こっち側の足すはあれなのか、もう一回、あ、なるほどなるほど、 57.6、 50足す 7.6 と50引く 7.6 でそれを左右にしてるんですね。なるほど。そしたらじゃあ理解した理解した、右を、57.6 左を50のままにしたら多分ウィーンっていきますよね。で今こっちがマイナス557.6になったらこうなっちゃうのか。そしたらSTR が正の数字の場合、57.6の場合とマイナス57.6の場合で場合分けして、プラスの場合は広告、マイナスの場合は広告っていうふうにやってあげる感じですかね。ちょっとめんどいな。最初にチェック、黒の時は70、そうじゃない時はマイナス70ってやるのが分かりづらくなってるのかな。70が入力されたパターンとマイナス70が入力されたパターンで、右に50、右に出すか左に出すかを 分別したいっていうのが今やりたいことです。ライトレスしてません。